仙台麩でカツレツを作ります。仙台麩は水で戻して固く絞っておきます。で、卵をよくほぐしてください。そうしまして、仙台麩に粉を振ります。そして、粉をまぶしてください。ちょっと一度でよくまぶさらないようでしたら、もう一度振ってください。これぐらいかけて、大体大さじ1杯半ぐらいの粉の量です。そうしまして、卵をつけるとき、皆さんはボタボタ垂らしたりしますけれども、そういうことをしますとパン粉のように塊ができて硬くなって美味しくないです。で、ちょうど1袋でこれぐらい、ちょうどいいぐらいの量です。それからパン粉はボウルに入れてこう振ってつけますと、少ないパン粉でつきます。それから油は180度の温度になりましたら、仙台麩を入れていきます。で、途中でこう返しまして、こんがりこんな風なきつね色になったら揚げてください。本当にこれ何のフライかわからないような感じで、食感がとても良くてさっぱりしててすごく美味しいです。それからキャベツの切り方ですけど、芯を取って、まず洗いまして、芯を取りまして、このぐらい4つぐらいにこう切ります。で、それを重ねまして、もう一度芯を取るとこやりますけど、こう芯硬いのと幅は揃わないので取ります。そしてこう4つに切りまして、重ねます。そしてこれを全部重ねてくるっと巻いて、端から細く切っていきます。このように切りますと太さも揃いますし、食感が良くなります。そしてキャベツを持って、仙台風のカツレツをここにこう盛り付けて、これで出来上がりです。黙って出したら本当に何のカツレツか分からなくて、とっても美味しいです。ぜひお試しください。